毎度、西成五時ですわ。なんでしょうか。コメントをつまないの、みんなな。なんでしょうかね。さっき20分で喋ったからな。みんな動画見んのが忙しいやろ。お互いチャンネルなあかんで、ほんま。もう10時やで。10時10分前やで、寝な。また明日しんどいで。K はアンサカに行ったらよかったか、うん、K はアンサカの方がよかったか。高橋真理子も好きやねん。しゃあない、うん、しかし寒いの冷えてきたの。冷えてきてしゃあない。何のマークやあ。歌手のオーディションで言い出しっぺの人や。6畳のピアノマン。アップした。これ動画やったら動画見なあかんしな。忙しいわ。こっちで見たらええねんけどな。こっちでチャンネル登録しといたらこっちで見れるもんな。6畳のピアノマンさん、まあ、何週間か前にチャンネル数1人増えたって言うて喜んであった、うん、俺タブレットでチャンネル登録したもん。本人によう言わんわ。そんなこと本人にはよう言わんわ。このタブレットだよな、チャンネル登録しといたもん。このこいつどんくさいからな、ホップアップ上がってけへんねんな。すべてにしてあんねんけどやな。上がってくるのが遅いねん。要するは、ま、もうここ来て、このダニスタジオから放送始めて、これ6本目やで。ちょっと考えなあかんな。まあ今言うてるけどな、考えなあかん言うてな。ハロはもう一回言っとかなあかんねん。来月でもええねんけどな。あと医者と。だけど明日出られへんしな。わしの荷物は午前中に着くけど、お前。プロデューサーの荷物が明日の何時か時間指定してへんからやな。こんなし、なあ、猫のマークの宅急便で来るんやけどやな。明日はもう早欲しいから時間指定した午前中言うて。で、プロデューサーは何頼んだか言ったら、犬の餌。どこで頼んだか知らんけどな。やったらええのにな。レビュアー、レビュアーやったらええのに。みんなもやったらええねん。10個なんかとりあえず言葉選んでやな。まあ英語とか書いといたら、まあその上位1万人には入れるわ。
その代わり1日10本を1ヶ月で、な、全採用されるということやな。300回レビュー、300個のもんをレビューして全部採用されて80万やって、なんか15個書いたらやな、100万ぐらいあっちまで行くわな。全採用されたらな、全採用されたら、だから時間的にな、不可能じゃないね。ただわいや動画撮らないあかんし、他のこともしなあかんやん。スプーンでも喋らなあかんし、スプーンはスプーンでまたファンに撮るからな、だからスプーンも行かなあかんしやな。あ、今日昼飯食うてるときスプーン行って、わいや喋れんかったけど、普段喋っとるさかいに、そんなんやってるの知らへんかったからやな。やっぱり挨拶だけしとかなあかんやんか。ホップアップで出てきてお前タップしてもたら、お前そこのチャンネルのバーン行ってまうほしやな。コーチいらっしゃいとか言われてやな、なんか書かなしゃあないやんってことやんか。あらお前先輩毎度もう司令と言いにますわ言うてやな、チャット落としてで司令と抜けてきたやん。まあ、65人ぐらいおったからな。別に一人ぐらいおれへんなったって。かまへんやんな。それこそお前な、わしの動画があって、105人の方が、104人か、105人か、の人がな、チャンネル登録してくれてるけど、お前、みんながみんな見てるわけじゃないもんな。こうやつで、チャンネル登録してはる人もいてはるしやな。タカちゃんみたいにやな、噛み込んどいて、一気に見張る人もいてあるしやな。いろいろして。100人おる、105人おるから言うて105回改正されるわけやない。再生が、な、されるわけない。当たり前やもんな、あんな。ほんまはいっぱいな、紹介した人おんねんか、どっか塾の方と意外でもな、機嫌ようにしてくれる人いっぱいおるからな。僕なのはんとかな、奈良の人や、同じ関西や、ね、やっぱり高橋真理子って言うたらこの歌やな。これとごめんねやろな、歌えへんねん、もう迷惑やろみんな、わしの歌聞いたらやろ別に。まっちゃん全然コメント落としてくれへんなってもだよ、勉強の方が忙しいなってもだから、なあ、英語ちゃんね、今な、タオ取りに行ったらな、プロデューサーがな、静かにて言うからやな。11時までは騒いでええねん。そんなもん。それは法律で定められとんねん、11時までは。11時以降は迷惑行為で訴えられるけど、11時までわーわーやってもどないもあれへんねや。ちゃんと法律従おうとんねん、わしは。プロデューサーゲーゲーゲーいいよけど。ああ、だけど、迷惑やろうから、ちょっとトーン落として喋っとるけどやな。ね、自分大きい音でテレビ撮んねんで。まあ、人間そんなもんやわ。人の答えはな、よう見えるんや。自分のことは見えへん。みんなそうや。人間なのに。くぶくねみんなそうやろ。な。自分があってやわ、みんな、みんなじゃないやけどな、一理の人はな、ちゃんと
やってある。大体お前な、政治をお前つかさどるもん、お前中途半端なことしとねんからの、自粛期間中にキャラクラ行ったりしとんねやろ。お前世の中変わってもたわな。あ、いや個人的に田中学園の家よかったんちゃうな。あ、公共工事バン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 やらしてな、あの世もわがままや、わがのお前家の近所にお前新幹線の駅作らすためにやな、あがるめ東海道新幹線穴ぐにゃーっと曲がっとんねやみて、ほんでも公共工事をバババババな発行してやりよって、田中学園すごいよな。田中学園すごいよほんま。まっちゃんもう捨てるようなパソコン持ってへんの。なもう処分しようかなっていうようなパソコン、ディスカバー CD かなんかあって初期化して分けてえな、まっちゃんもうパソコンないことにはお前ドラえもんもないもん話にならんわ。誰もお前そういうことをしたがお前増えへんしたかいんや。プロデューサーさんに俺とな問い合わせくれてる人とか1万ぐらいと出してもええよって言ってくれる人と3人からとりあえずもうでやるかな、もうちょっと待った方がええんか、何回も何回も言うに嫌やしな、しかてやらしいな。みんなやったらいいね、ほんで、ほんまに小遣いぐらいには払うぞ。まあ、その上位1万人に入らんことにはいかんけどやな、まあ、上位1万人に入ろう思ったら1日最低10本レビュー書かへんかったら上位1万人になれへんから1にもなれへん。だからな、物書きさんいてはったらやな、こんなお茶の子さえさえやろ、なあみんなやったらええねん。まあみんなやったらええねんって言うたらわし、ライバル増えてもてえらいことなってまうねんけどな。ああふざけて副業とかそんなんじゃなしにな、それを一応なりやにしようかなって思ってるからな。ほんだらボケへん限りなあなんとかなるやんか。ちょっとこの YouTube の方は数減ってまうけどな、創価塾で3本って3000本って言ってな宣言しとるし、限定が多いからな、3分の1限定取っとるから、3分の1限定取っとるさかいにな、600今日で多分630本ぐらいの動画になってんねんけど、
限定も数に入ってしもとるからな。が何本上がってるかっていうのは自分で分かれへんからよ。だからこのアホのタブレットでやな、西成工事で検索してやな。ほんで富士山マークタップしたら何本の動画って出てくるからやな。それで数知るしかあれへんや。テクノカットにしたらこういう感じになるのかな。散髪しようかな。これええんやけど。これ写真撮るよな。今日は結局眉毛描いてへんよ。なあ、こっちは眉毛あれへんなと。何時やねん。10時か。もうちょっとやろうか。リクエストも上がってけへんしな。困ったもんや。困ったもんや、ほんま。そうか、まずはもう。体調、手首が痛いって言ったな。体調悪いって言ったもんな。これはあいつのだよな。死んだ。亡くなった男の。ねえ。飲んで飲んで言うやつやんの。だけど、な、俳優にせーの。歌手にせえ、ええ歌手みんな行ってまいよるし、ええ俳優もみんな行ってまいよるもんの。去年バタバタと行ったもんな、みんなな。松方弘樹は生きとんのか。松方弘樹死んだって。まあ、Google で検索したらええねんけどな。ほんなら、あ、次の動画で会おうか。大きに。西成工事ですわ。ちょっと疲れてきたな。こいつ行こうぜ言われて。プロデューサーに。な、ちょっとこれ一回誰か押すわ。な。せっかくお前テンション高めで行ったろか思ってお前。わざわざ安定剤も飲まんとお前、行ったのにの。なおきに、西成工事ですわ。あと次の動画でやめようか。マイク半分あれへんけど。バイバイ。